バルテンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ホーゲルスベルク軍の町村である。この町は、ホーゲルスベルク山地の東の市脈沿い、バロック都市フルダから西に約17キロメートル、ラウターバフ派から南東に約8キロメートルの森が豊かな中べく山地地形に位置する。町域は、海抜248メートルから494メートルに広がっている。 町内の森林面積は22.05平方キロメートルに及ぶ。町内をラウター側が流れている。この川はバートザルツシュリルフでアルテフェルト川と共にシュリッツ川に合流する。バルテンベルクにおける主な風向きは北東及び南西である。風が弱く、気圧の高い時期、特に夏季から冬には他には霧を生じやすくなる。また、 夕方になると、濃密な森の斜面を通って、純粋で新鮮な森の空気が流れ込む。特に蒸し暑い日の夕方には、冷えた空気を実感できる。この町のすぐ近くから、ホーアー・ホーゲルスベルク自然公園が始まる。バルテンベルクは、北は、シュリッツ、東は、バート・ザルツ・シュリルフ及びグローセン・リューダー、南は、ヘルプシュタイン、西は、ラウターバッハと境を接している。 自治体バルテンベルクはアンガースバッハとランデンハウゼンの2地区からなる。バルテンベルク上復元図この地域の入植の歴史は紀元前にまで遡るが、エーバーハルディ文書にアンガースバッハとランデンハウゼンの最初の記録が残された812年9月20日がこの町の歴史の公的な出発点とみなされる。したがって812年から1200年を数える。 1114年の古田文書には、ハインリヒ・フォン・ランデンハウゼンとその息子ヘロルト・フォン・ランデンハウゼンの名が記されている。12世紀にもフォン・ランデンハウゼン一門は変わらず、存続していた。同じ文書にフォン・アンガースバッハ家も名前が挙げられている。ランデンハウゼン家とアンガースバッハ家とは、親密な関係にあった。12世紀から13世紀にかけて、両集落は、 バルテンベルク貴族家一門の支配下に置かれた。その城は1220年頃にフリードリヒ・フォン・アンガースバッハによってアンガースバッハ集落のバルテンバッハ農家に建設された。しかしその防衛施設は1265年に修道院長バルト2世、フォン・ライボルツの軍勢によって破壊された。修道院の大官ツイゲンハイン・ハクト・フェーデを戦っており、バルテンベルク家は ついげインハ白ハイカの下級大官であった。こうして、バルテンベルク家は13世紀末に滅んだ。バルテンベルク家の所領は、そのすべての権利とと,ともに、隕石関係にあったアイゼンバッハ家が相続した。この頃から、リーデゼル騎士家がこの地方に起こり、何世紀にもわたって活動した。18世紀から19世紀にはこの地域から、多くの人々が移民となって流出した。 領集落からも多くの犠牲者を出した第二次世界大戦後の重要な仕事は村の生活を再建することであった。特に旧ドイツ東部領土からのひつい方民を村の生活に取り込むことであった。自治体バルテンベルクが現在の形になったのは市町村再編に伴って1972年にそれまで独立した自治体であったアンガースバフ派と ランデンハウゼンが合併したことによる。1972年8月1日の町議会決議により、アンガースバッハとランデンハウゼンから新たな合併自治体バルテンベルクが成立した。この新しい町の初代町長は、アンガースバッハのカール・ハンスロートであった。バルテンベルク上司が合併後の町名と、1978年に制定された文章の由来である。 2007年6月にこの町は合併35周年を祝った。バルテンベルクの町役場バルテンベルクの町議会は19議席からなる。調整指導部は7名で構成される。青字、または緑地に向かって左上から右下に銀の斜め体。その右側に金の星が浮かぶ。バルテンベルクの町の紋章はかつてバルテンベルク城に住んだ本バルテンベルク家を 象徴している。アンガースバッハのプロテスタント教会バルテンベルクの住民の多くがプロテスタント教会に属す。バルテンベルクにはそれぞれアクティブな教会組織を持つプロテスタントの教会堂が2つある。両組織ともヘッセン及びナスサウプロテスタント教会に属す。アンガースバッハのプロテスタント教会はゴシック教会で1764年に 最後の改築が行われた。ランデンハウゼンのプロテスタント教会堂は1748年10月14日に完成した。クリス・コーナ地方教会組織がランデンハウゼンにある。これに加えて600人以上の住民がローマ・カトリック教会に属している。アンガース・バッハとランデンハウゼンの文教会はマインツ市教区の聖ペテロ、聖パウロ・ラウター・バッハ・シ立小教区に属す。 アンガースバッハ文教会は1962年12月16日に独自の教会堂を得た。さらにランデンハウゼンの文教会は1973年に近代的な礼拝堂を建設した。約500人がその他の宗派や宗教を信仰している。バルテンベルク上司軍立青年の家、テントキャンプ場からの眺望バルテンブルクのランデンハウゼン地区、 ラウターバッハ川と古田川との間、集落の高台にあたる森の外れの静かな場所に1958年に軍立青年の家とテントキャンプ場が設けられた。その場所からはレーン山地を背景に古田地方が一望できる。軍立青年の家には61人が収容できる。設備としては食堂のある青少年ホーム、3つのセミナー室、写真ラボ、 作業室、メディアセミナー施設がある。軍立青年の家の近くに24針のテント220人の宿泊スペースがある。敷地内には人工照明を備えたサッカーグランドもある。また、キャンプファイアー場やグリル施設もある。軍立青年の家とテントキャンプ場の開設は、1年後にランデンハウゼンに青少年や、 住民のための野外プールを建設する契機となった。このプールは町の重要な構成要素となり、2面のサッカーグランド、体育館、乗馬施設がある、スポーツセンターに隣接している。このプールはテントキャンプ場利用者、町の住民、周辺地域の多くの人々が訪れる。プールには飛び込み台のある水泳プール、水泳プール、子供プールがある。アンガースバッハ地区を 以下の自転車道が通っている。バルテンベルクは様々な祝祭行事のある町である。以下の行事が定期的に開催されている。アンガースバッハ地区でのバルテンベルク産業地区の開発によって、この町の主要産業は元の農業から第2次、第3次産業へ発展してきた。産業構造は様々な分野の企業で構成されている。 その結果、木工分野の製造業者のほか、電子産業、機械製造や電子データ処理分野の企業も定着した。さらに、大規模ショッピングセンターや小売業、主治の主工業者やサービス業者もある。バルテンベルクには200以上の登記されている。その中でも主要な経済分野は、民間サービス業、主工業、小売業である。バイパス道路が、連邦道、 B254 号線の両地区における慢性的な交通渋滞を緩和すると期待される。東部及び南東部の産業地区及びアンガースバッハの産業地区は新しいバイパス道路に直接面することとなる。バルテンベルクアンガースバッハに本社を置く地域を超えて有名な企業としては釣り用品やスポーツ用品の開発、製造、 販売を行っているボルザーツリーグ GMBH が挙げられる。この町はアルスフェルトを通ってフルダに至る連邦道 B254 号線沿いに位置しており、この連邦道を経由して連邦アウトバーン A5 号線及び A7 号線に接続する。フランクフルト空港はバルテンベルクから 129km の距離にある。バルテンベルクには地方近郊交通会社である。 オーバーヘッセン交通会社 MBH の停車場があり、隣接するラインマインイコール交通連盟 GMBH との乗り換え点になっている。ミッテルプンクトシューレこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。